久しぶりに、時代劇をやらさせていただきました。よーい、はい。時代劇と聞くとちょっと敷居が高いんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、そんなことはありません。とてもいい作品になると思います。間違いなくそういう予感がしております。すごくプレッシャーはありました。でも現場に入ると皆さんとても穏やかなので、安心していられるなって思ってます。妄想という病気が壊滅できたのも、もういろんな人たちがいろんなことをして命をかけて頑張った結果なんだろうなと。はい、カット。江戸時代末期、疫病に立ち向かった一人の町医者。私は町医者として病を抱える人々の力となり共にありたい。愛と感動の実話、雪の花、共にありて。